こんにちは。新シーズン2023秋の感想と評価はどうですか？こんにちは。新しい武器やステージ、着こなし要素など多彩な新要素が盛りだくさんのシーズンです。初心者から上級者まで楽しめる内容になっていると思います。特に着こなし要素は自分の好みに合わせてキャラクターの見た目を変えられるので、オリジナリティを発揮できます。他にも新しい要素があると聞きましたが、どんなものですか？その他にも新しい要素がたくさんあります。例えばレートや発明、着物やステッカーなどにコレクションアイテムが大量に追加されます。また通知機能にも新しい情報が表示されるようになります。イベントがバトルメモリーをアップロードしたり、くじ引きで当たりを引いたりした時に気が届きます。好みに合わせて帽子や T シャツなどのアイテムの着方を変えられる機能です。例えば帽子を前後逆に振ったり、 T シャツのサイズを大きめにしたりすることができます。これによりより個性的なコーディネートが楽しめます。サーモンランにも新要素があると聞きましたが、どんなものですか？サーモンランにも新要素がたくさんあります。まずスプラトゥーンに登場したキラズイブシ工房というステージが復刻します。このステージでは床台やエレベーターなどがあります。また新しいデザインのライトギア報酬も追加されます。迷彩柄や水玉柄などアンカラ外風のデザインが多く見られます。新しいステージはどんなところですか？新しいステージは2つあります。マーシ経済特区はどんなものですか？新しく追加される武器は2種類あります。ロッシャータイプのモックリン、アスピナータイプのデザミナです。モックリンは2つの陰符を同時に放つことができる武器で、両方の陰符を命中させれば近いダメージを与えられます。デザミナーはチャージしながら移動できる武器で、チャージの陰符を使って射程や威力が変化します。また武器として8種類の武器も追加されます。今シーズン9月1日金曜日から12月1日金曜日までの3ヶ月間開催されます。この期間中にカタログポイントを貯めて新しいアイテムのコレクションをゲットしましょう。イベントマッチとは何ですか？イベントマッチとは通常のルールとは異なる特別なルールでバトルすることができるモードです。イベントマッチは3限定で、イベントマッチに参加するにはどうすればいいですか？イベントマッチに参加するにはメニュー画面からイベントマッチを選択します。そこで開催中のイベントマッチの一覧が表示されます。自分が参加したいイベントマッチを選んでルームを作るか、他のプレイヤーのルームに参加します。ルームが満員になるとバトルが始まります。イベントマッチのルールはどんなものですか？イベントマッチのルールは様々です。例えばジェットパック祭りでは全員がジェットパックを
装備して空中戦を広げます。イカダッシュバトルではインクを塗るとダッシュできるとアシナルールでバトルします。改造歩行とライガルテストでは歩行を持ったプレイヤーの位置に到達するまでの時間を競います。これらのルールでは今までにない斬新なバトルが楽しめます。イベントマッチの報酬はどんなものですか？イベントマッチの報酬はカタログポイントやコレクションアイテムなどです。カタログポイントはカタログからアイテムを購入するときに使えます。コレクションアイテムはプレートや2つ目組み物やステッカーなどのアイテムです。これらのアイテムは自分のプロフィールやボトルメモリーに使うことができます。また、一部のイベントマッチでは限定のアイテムのコレクションが獲得できます。イベントマッチの開催日程はどこで確認できますか？イベントマッチの開催日程は公式サイト、公式ツイッターで確認できます。また、ゲーム内でも告知されます。開催日程は過酷なく変更される場合があるので注意してください。なるほど、ありがとうございました。どういたしまして。それでは新シーズンのスプラトゥーンを楽しんでください。最後までご視聴いただきありがとうございました。